日本人が絶対行かないタイの超ローカルワニ園が楽しすぎた。サーディクラブ、元タイ在住の星です。前回ペチャブンでお寺や市場を楽しんだので、今回はお隣ピチット県。ピチットはワニの町で有名で、ここは地元の人に人気のワニ園。早速中に入ります。いきなり大きなワニがお出迎え。池から顔がひょっこり出てます。奥にはカメ？ではでは名物の餌やり体験をします。お肉めちゃくちゃサービスしてくれました。コップンクラブ。食べ方が豪快。ワニってこうやって餌食べるんですね。3匹の間に落としたらお見合いしちゃいました。なんか気まずくしてごめん。お次は併設されてるワニミュージアム。ここにはワニの剥製がたくさん展示されていました。淡水魚の水槽もあったり、まさにアメージングタイ。ペチャブン来るついでにピチットもぜひ寄ってみて。